フィギュアスケートグランプリファイナルの公式練習で高橋大輔選手と小塚崇彦選手にアクシデントです。世界歴代2位の得点をマークした小塚選手と世界王者高橋選手、優勝候補の2人にアクシデントが。曲を使った練習をしていた高橋選手とジャンプの練習をしていた小塚選手が接触し転倒。会場は一瞬緊張した空気に包まれます。しかし大事には至らず、その後も練習を中断することなくステップやジャンプの確認をした高橋選手と小塚選手。練習後にはお互いを気遣っていました。あ、僕は全然大丈夫でした。高橋選手があの曲をかけていたところだったので、まあ、僕が気をつけなきゃいけないところだったので。大丈夫でした。大丈夫です、大丈夫です。はい、高彦も大丈夫だったみたいで良かったですけど。安心しましたね。ねえ、一瞬ちょっと凍りました。ね、ちょっと、びっくりしました、はい、大事な2人ですからね。そうなんです、怪我なくて良かったと思います。では、また明日お目にかかります。